日本千葉県船橋市、金杉金杉は千葉県船橋市の地名である。本校では関連地名の金杉町、金杉台についても記述する。現行行政地名は金杉が金杉1丁目から金杉9丁目、金杉台が金杉台1丁目及び金杉台2丁目、金杉町が丁目の設定のない単独町名。 郵便番号は金杉が273-0853、金杉台が273-0852、金杉町が273-0854。海老川水系年田川、金杉川、高根川が流れているため、川付近では1980年代まで稲作が、坂に営まれていたが、近年では急行電が目立つ。金杉周辺の地形は、地名の語源となっているように解体によって、 形成されたものであり、河川周辺の低地は相当な軟弱地盤となっている。かつては大地上では畑いと営まれ、大地上からの浸透水が豊富だった。しかし、昭和40年頃より宅地開発が進み大地上の多くを占め、浸透水が減少している。このことは、海老川の洪水等の災害や、低地の万年湿地化を軽減する作用がある一方で、 水質浄化作用の軽減を招いてしまっている。金杉の地名は、近世以来の村である、葛飾郡南金杉村に由来する。なお、金杉の古名は、金引で、夏ミ,ミクリアの里の一つ。金杉の語源は、以上の通りで、集落がちょうど、槍神奈でそがれたような形をした、大地上の傾斜地に作られたことから付けられたと、考えられている。 住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、金杉7から33から3の地点で8万300円、平方メートルとなっている。関連記事、千葉県、船橋市、八境村の記事も参照。現在の町会は、住居表示整備のため、河川や道路などを基準に境界を定めているため、旧村の境界とは一致しないので注意が必要である。 最寄り駅その他、千葉県道8号船橋阿鼻子線と千葉県道288号、夏見小室線が町内を走り、金杉十字路で交差する。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。金杉台は金杉北部の地名。一帯が金杉台団地。 2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる1940年成立の金杉町は住居表示実施により大部分が金杉1から9丁目、金杉第1から2丁目となったが一部地区が住居表示未実施地区として残存している。金杉町として残存するのは 金杉大、金杉と馬込町に挟まれた細長い町域と金杉一丁目南方の地区である。特筆すべき施設はない。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。